俺は高校生探偵工藤新一。幼馴染で同級生のモーリーランと遊園地に遊びに行って黒ずくめの男の林家の取引現場を目撃した。取引現場を見るのに夢中になれた俺は背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった。それが毒薬を飲まされ、目が覚めたら体が縮んでしまっていた。工藤新一から生きている気がされるまれたらまた命が狙われ、周りの人間にも控えこう言う日、アガサの次の受験で正体を隠すことにした俺はラーナの前を聞かれてとっさに江戸川コナンと名乗る。奴らの情報をつかめても父親が探偵をやっているラーナの家に転がったんだ。小さくなっても頭脳は同じ、迷宮なしの名探偵、真実はいつも一つ。おい、ハイブラ、おい、おい、聞こえるかい、おい。ハッパタクシー4869。え、これ、なんだかわかる？あなたが飲まされた薬の名称よ。何言ってんだ、それは平な薬なんて。ほら、薬品名を間違えてないはずよ。座敷の名字られて私が作った薬になるよ。座敷作った？まさか、子供君に何か。あなたと一緒よ、私も飲んだのよ。最後の宿のハイプログラム、フーレスギネス愛で神経質無頓着、核、筋力、内臓、体も全てそれの細胞が世の力まで同化する。神経だけど、この子はね。ハイバラ、お前まさか。ハイバラじゃないわ、シェリー。あれは私のコーデネーム。どう、驚った？工藤新一くん。何言ったでしょ、私が住んでるのは米花町2丁目22番地。そう、あなたが本当の家の隣、どこへと分かるわよね。まさか、アガサガセの位置。あれれあれれあれれ、ちょっと新一、そんなに急いでどこ行くのよ。すぐに分かるよ。もう、ああ、それに、いるかもしれないんだ。そこに、この世で一番死なせたくない大切なやつだ。ごめんね、高木刑事。ああ、知りたいのなら、教えてあげるよ。あの世でね。ったく、勘弁してくれよ。おいおい。